皆さん、ご無沙汰しております、ベンマックスです。今日はですね、前に、ファブルの、グッズの紹介したんですけれども、それの、ブラックホークのナイトエッジっていう劇中に出てくる、佐藤明くんが買ったナイフなんですけど、こんな感じのやつで。でこれ、山行って熊を退治した時に一緒に行ったクロちゃんのドスをね投げちゃって、そのまま見つからなかったということで、これ帰りの箱塚に乗ってる時にクロちゃんに「なくしちゃったからこれあげるよ」っつって渡した。そのナイフです。名前がブラックホーク社の、ナイトエッジという、ナイフです。それのですね、これは、1085C のハイカーボン仕様なんですね。このなんていうんですか、こう絶版になっちゃったやつは。でもうなくてですね、本当にオークションとかね、どっか出てきた時、フリマとか出てきた時に、そういうとこで探してゲットするしかちょっと道がなかったんですけれども、今回ね、アメリカでね、売ってたんですよ、新型が。でそれがこれなんです。ちょっと入らないな。ブラックホークの、ナイトエッジって書いてあるんですけれども、新型が出たようです。新型といいますか、デザインは、アラン・シュワイツ氏かなっていう人が、デザインしたものなんですけども、ちょっとこれと比較して見てみたいと思います。それで、開けてみますね。はい、開きましたということで、早速中を見ていきましょうということで、やってみます。これ、今日初めて開けるんですけれども。こっちが、鞘というか、あれですね、ポーチというか、鞘で、こうケースですね。さて、ちょっとどんなもんか見てみよう。ここに先端の。これでですね、ちょっと前の方が身幅がちょっとあるようですね。これが古い方なんですけれども、ブラックホークナイトエッジで、これデザインした人、先ほど言ったんですけれども、正確にはアレン・エリ・シュワイツ氏というそうです。でこれが、1085C の方ですね。握った感じ、こっちの方が軽いですね。軽い方がやっぱりいいですよね。あんまりチョッピングの時は重い方がいいですけど。でこのグリップの部分が、これフルタングになってますね、両方とも。で私ね、すいません、
幅を測る器具とあと重量を測る装置ちょっと持ってなくて、申し訳ないんですけれども、マーキングはこんな感じですね、ブラックホーク金で書いてあって、ナイトエッジとナイトエッジと書いてありますね。でセレーション、背中のセレーションはちょっと古い方が長いのかな。でこちらの、こちらは一緒ぐらいですね。でこっちグリップがやや細いみたいです。僕の手には細く感じます。うん、僕の手にはこっちの方がしっくりくる感じかな。そんな感じです。あとここの滑り止めが新型の方がすごくピタッと止まる感じですね。うん、グッと止まるような、エッジがすごく立っている感じです。こっちの方がエッジが甘いですね。でこの D2 コーなんですけれども、 D2 コーというと日本の関の刃物の店、刃物のメーカーの、ナイフメーカーの、菊さん、松崎幸さんがよく、D2 コーを使っていましたよね、昔ね。D2USA ってあるんですけど、これなんで USA なんだか分かんないんですけど、確かこれあれですよね、台湾工場に移った、台湾工場が買い取ったんですよね。マッド・オブ・ディフェンスからブラックホークっていうところで買い取ってと思ったんです。そういう記憶があるんですけども、それでこの、デザイナーさんのデザインでこいつを出したということで、結構かっこいいですねやっぱり。そんなに大差ないですね。これがここがね、ちょっと太いですね。ここの部分が見てわかりますよね。ここの部分がちょっと太いんで、ややグリップがでもこう握っちゃうんで、そこの部分はない方が握りやすいかもしれないですね。こう、あとはじゃあ箱出しの状態で紙を切ってみますね。これ箱出しで全然研いでない状態です。一方こっちも研いでない状態で、これはね、本当に切れないんですよ。僕もちょっとこれもう一本持ってるんですけれども、切れないんでちょっと研いだやつで比較してみます。以前のやつはね、じゃじゃんとこんな感じで入ってたんですけど、この箱に。こっちはね、ちょっと研いでありまして、研いであったといっても、ちょっと紙を切ってみて、やっぱり研いであるからよく切れますね。研いでない方で切るとそれでも少しは切れますね。一方 D2 コーの方はですね、箱
横出し状態です。今開けたばっかりなんでどんな感じかと言います。ああいいですね。なかなかいいんじゃないですか。新型のブラックホーク、ナイトエッジ結構使えると思います。即戦で箱から出した状態ですぐ使えると思います。それが最後の、行き着いた考えです、私の。はい、皆さん、もうこれはこっちのね、日本はもう手に入らないので、こっちの日本はちょっともう手に入らないので、新しいので、新しいのが出ましたんで、どうでしょう、買ってみたら、欲しい方は。ちょっとね、このロゴのデザインが違いますけども、まあそんなに大差ないと思いますんで。こっちの方がよく切れますね。ということで、またよろしくお願いいたします。チャンネル登録お待ちしております。よろしくお願いします。次はまた時計の話したいと思います。失礼します。